15歳の娘の父、娘は子宮頸がんワクチンを接種すべきと思うのですが、妻が絶対反対で君耳を持ちません。寝たきりにさせるくらいなら、がんになる方がマシとまで言います。歯科医接種の資格を持ち、医療系の知識もあるはずなのですが、マスコミ嫌いなのにマスコミが広めた真偽不明の調理やケースをこ怖がります。上級国民や無責任な厚労省の家題で,では粛々と接種が進んでいると思うと悔しいです。妻、ひろゆきさんの言うことなら耳を傾ける可能性があるので、ぜひひとみちゃん、あのねと語りかける感じでご意見をお願いします。 えっとあのー、僕これあの何だろうなもうその多分その僕が今説明しようとしてるのってあの科学的な割合の話になると思うんですよね。その、えー、と子宮頸がんワクチンを受けた結果その下半身不遂になったと主張する人とか寝たきりになったと主張する人っていうのはいるんですよ。であの子宮頸がんワクチンを打って でなかったとしても思春期の女の子でそういうことが発生することはあるんですよ。 あの、ま、コロナワクチンとかでも、コロナワクチンを打った1ヶ月以内に亡くなった人っていうのが何人もいますよっていうのと一緒で、そもそもの人って何もしなくても死ぬよねっていうので、で、思春期の女の子とかでも、ま、突然、下半身不随になっちゃう子とか、じゃあ、ALS みたいな、その、体の筋肉が動かなくなりましたみたいな病気になる人っていうのは、一定の割合で必ずいるんですよ。で、その、子宮頸がんワクチンをたまたま打ったその後になる人もいれば、水を飲んだ後に、その、寝たきになる人もいるし、パンを食べた後に寝たきになる人もいるし、味噌汁飲んだ とになるる人もいるんですよなのでその順番で言ったらそういうのは起こりうるよねって話なんですけど因果関係としてじゃあそれが原因なのっていうとその日本以外の国って割と子宮頸癌がんワクチン当たり前のように打っていてそれで子宮頸癌んで亡くなる人ってどんどん減ってるんですよね。 寝たきりにさせるぐらいならがんになる方がマシっていうのって多分その子宮頸がんワクチンを打ちたくないっていう打たせたくないっていう感情論が先に走ってるだけで本当にがんになって娘が死ぬっていうことまでちゃんと理解してないと思うんですよね。 なので、あの、子宮頸癌になって、その子供を産もうとしてたけど、子宮頸癌だから子供が産めなくなりました。流産しました。で、その後、子宮を取ることになりました。で、一生子供が持ってなくなりました。っていうタイプの人とかもいるので、あの、コウノトリっていう漫画が、子宮頸癌ワクチン編だけネットで無料で読めるので、あの、それを読んでみると、その結局、あの、 親として、あの娘さんがじゃあ、その受けたくないっていうのがまた別の話なんですけど、少なくともその親のエゴのせいで娘さんが子供を持てなくなった場合に、めちゃめちゃ恨まれると思うんですよね。なので、漫画読ませてみてください。